ましょうか。はい、それでは見ていきましょう。まずは20位から16位です。まずは20位、このカードですね、モズリー対マヨルガです。いや浜さん、これポイントの取り合いになりまして、で最終回に決着つくんですね。そうですね、最後の最後まで、一進一退の状態が続いたですね、いつもはスピードで来るモズリーがマヨルガの荒々しさに釣られてしまって自分のボクシングまで荒くなってしまったというのが印象的ですね。そして、マヨルガの場合には最後まで踏ん張ってダウンした、その時にはやっぱり力が残ってなかった、そこまで踏ん張ってましたよね、だから倒れた時にはもう立てなかったですね。劇的なシーンでありました。これが20位です、モズリー対マヨルガ。そして19位はホプキンス対カルザゲです。リョウさん、これは元4団体統一ミドル級チャンピオンと、それから3団体統一のスーパーミドル級チャンピオンの対決で、はい、これはカードとしては素晴らしいカードでしたね。話題呼びましたね、それで、ウェールズの誇り、英国のですね、そのプライドと言われるカルザゲがですね、アメリカへ進出してですね、そのベテランのホプキンスと対戦しましたよね。これ僅差だったんですよね、2対1。しかしですね、得意のですね、回転の速い連打で構成取ってたのはカルザゲですね。1ラウンドダウンを喫したんですが、後半よく盛り返したんですよね。そして、カチディス対カサマイオルの一戦であります。これ浜さん、はい、カチディス2度目の防衛戦だったんですが、防衛ならずという試合だし、この試合はファイターのカチディス、そしてカウンターパンチャーのカサマイオル、完全にどっちが主導権取るかで最後の最後まで見事ある試合でした ね、 カチディスは相手が誰であると言っていくと、そしてカサマイルは引いて、そして左の カウンターは、この抜群のタイムを打ちましたね。最後はこれで勝負ありましたけどね、それまでは分からなかったですね。これは本当にいい見応えがありました。結果は10ラウンド TKO です。ジョーンズ対トリニダード、これもまた黄金のカードでして、これはライトヘビー級の試合として行われました。本来ならジョーさん175パウンドなんですが、170パウンド契約でこれね、確かやったんです。2年ぶりですよ、いや3年弱トリニダード、そうですね、復帰戦だったんですね。トリニダードが復帰したのも驚きだったらですね、その最初の相手がまたロイ・ジョーンズっていうのももう一つの驚きだったんですね。本当ですね、4階級制覇した男と3階級制覇した男の対決。これ家庭の話ですけどね、トリニダードそれほど悪くなかったんですよ。だからロイ・ジョーンズでなくてですね、もっと下の段階からそのカムバック路線が入れなかった、結構そのカムバックは成功したんじゃないかと思うんですよね。そうですか、思ったよりは良かったですね。この試合以来トリニダードは試合はしていません。これが17位です。さあ、そして今度は3団体統一世界ライト級のタイトルマッチ、ネイト・キャンベルが世界に着きました。これもね、両パンチャーがいい打ち合いを見せましたね。取られたファン・ディアスですけどね、この選手はある意味2階級制覇、そしてこのタイトルを長く持っておかなければいけない選手の一人だと思うんですよね。この選手がまさか負けると思わなかったですね。いつもの突進を
やっぱりベテランに止められてしまったというのがありましたよね。だから勢いだけじゃ通しなかったですね。はい、判定の末2対1で、王座交代です。ね、ここまで見てもこんなに面白い試合があったんだと思う。これがまだ、ね、20位から16位ですからね。で、最初にジョーさんがおっしゃったように、うん、ベテラン勢頑張ってますね。はい、元気です ね。ジョーさんその辺どうです。そうですね、だから結局若手がですね、そのベテラン対抗していってるんですけどね、ベテラン勢が結構しぶとく生き残ってますよ ね。 ね、だから例えば ホップキンスですね、はい、それで、まあ、ジョー・カルザキ、まあ、カルザゲなんかですね、息が長いですよ ね、 ね、まあ、カルザゲには敗れているんですが、そのジョーンズはトリニダードとね、はい、ちょっと見ました。浜さん、はい、なかなかいい試合でしたよね、やっぱりね、あれ、まあ、ジョーンズの場合にはやっぱりスピード、そして何でもできるというところで、まだまだ見せつけるところがありましたよね、はいはい、まあ、そしてモズリーも私は候補に入れたいと思いますけどね。あ、まあ、スピードはまだまだ落ちてないですね。まあ、そういう映像としては今ね、こういうのが出てきたんですけども、はい、まあ、中堅になって、はい、ジョーさん今出てきてないんですけど、中堅もまあまあいい選手今年出てきてるんですよね。まあ、そうですね、まあ、中堅どころではですね、まあ、ギレム・ジョーンズとか先ほど言ってましたね。ギレム・ジョーンズとかね、ああいうベテランなんかがですね、もう何回期も上げてそのカムバックしてますよね。まあ、あとベテラン、まあ、中堅ベテランちょうどその境のターバーとかね、はい、そのあたりいますけれども、浜さん、はい、まあ、両極化あるいはこう広がりを見せてるんですけど、浜さん中堅はどういった名前出すことができます。今言ったギレム・ジョーンズの場合ですね、一気に階級を4階級も上げてタイトル取るというのは、普通は段階的にいくわけですけどね、例外的なところでしょうね。それでパワー負けするかと思ったらパワー負けもしない、そして、元いたウェルター級のうまさも持ったまま上げてくると、これで、ライトヘビーの状況、クルーザーの状況というのは続けきれればまだまだいけるというふうに思うんですね。まあ、バーノン・フォレスト、はい、中堅からこう大ベテランに至るまで、うん、この辺が、ね、結構頑張った年でもあると思います。